はいどうも、ハッシュドルです。本日は、つい先日の動画で、こちら、リッカーズの試合の映像で、朝ペンが来ますみたいな動画出したと思うんですけど、これちょっと前撮りしてまして、ちょっと、深く話すとですね、去年朝ペンが野球チームを退団というか、前入ってたチームを辞めて、今新しいチームを探してるって中で、土曜日チームを探してるというので、ちょうどリッカーズに来ませんかっていうので、去年一回来て、で、今年、初参戦があるんですよ。で、来る時に、まあ、マウンドに上がってないと。もう5ヶ月ぐらい。っていうので、ちょっといろいろ野球ギアを準備していこうかなっていうので、ちょっと、自分が最近気になった野球ギア、ちょっと5つぐらいピックアップしましたんで、ここから選んでいきたいなっていうふうに思ってます。ちょっと気になったやつを5つ紹介します。はい、1つ目がこれですね。これ内野手向けだと思うんですけど、バウンドキャッチトレーナーっていうのがあってですね、これはボール転がってきて、筒のところでポンって跳ねるんですよ。なので、下から待ってて反応するっていう、反応を上げる感じですね。で、物自体は気になったんですけど、ちょっと金額的に結構したので、これちょっとパスってことで、2つ目がこちら。これビッグネットですね。これは多分めちゃくちゃでかいと思うんですよ。で、ゴルフと野球両方いけるってことなんですけど、まあ、自分結構ティーとか打つときに、下あんま打たなくて、こう上をやっぱ狙うので、普通のこういう周球だと上どっか行くんですよ、ボール。これいいかなと思ったんですけど、ちょっとディッカーズに持ってくのはきついなっていうので、これちょっと却下しました。次行きます。次これ、レクチャーボードって言って、これは小学生とか16メートルで投げるんじゃなくて、8メートルとか9メートルとかで、まずこのストライクでアウトコースとかインコースを狙う練習をしましょうっていうので、投球練習を見えるかってやつなんですよね。ちょっとこれどうなのかなっていうのを、ピッチャーから見たかったんで、ちょっとこれを今回、マサペンピッチャーってことなんで持っていきます。これは一つ目。と、次。これもですね、皆さん見たことあると思うんですけど、理想のスナップ習得ってことで、スローイングマスター。これも以前自分使ったことあるんですけど、投球フォームの中で痛みが出ないというか、体を大きく使って投げることができるっていうので、まあ、怪我防止にもなりますし、アップにいいというので、まあ、ちょっと朝ペン半年ぐらいマウンド上がってないってことなんで、ちょっとこれを、ベストセラー商品なんですけど、ちょっとこれを持っていきます。と、あとこれですね。これ似たような感じなんですけど、これは、以前小学生が公園で使ってていいなと思ったやつなんですけど、ラグビーボールみたいなこのボール、回転のやつで、こういう回転をかけてシューって飛ばしていくんですよ。これ遊びでも全然できるんですけど、小学生、中学生、体育の授業とかでも結構似た感じのやつを使われているのかなというふうに思います。まあ、これもちょっとあるんですけど、今回はスナップの1個前のやつがあるんで、合計2個ですね、ちょっと試合に持っていこうかなというふうに思います。というわけで、土曜日の試合へ早速持っていきます。はい、というわけで今日はリッカーズ初先発なんですけど、ちょっとアップをですねちゃんとしてほしいと実際に慣れてるってことなんで、そうですね、このフィールドフォースのスローイングギアでちょっとキャッチボール前に10球ぐらい投げてもらって、はい、肩肘の負担にかからない投げ方っていうのをやってもらってからキャッチボールで試合みたいな、はい、了解、まあ、30球も投げる必要ないんで、うんうん、10球とか軽く調整みたいな、そうそう、それでほぐしてからキャッチボールっていう感じで、まあ、頑張ってください。はい、はい、持ち方は多分ね2でも3でも良かった気がする。この線はまっすぐに行ってください。そう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 、で縦回転で、うん、結構これ売れてるやつだから、うん、1000円しないやつ、うん、はい、ちょっとやっていきましょう。はい、はい、どうも朝ペンです。はい、ということでスローイングマスター使ってアップしていきます。ただ投げてるだけの動画だとあれなんで、アフレコを入れていこうと思います。このスローイングマスターの目的としては、まあ、さっきも言ってた通り、肩肘負担のかからない理想のスローイングの形を習得するためにっていうことで、思いっきりがっつり投げるっていうより、この真ん中の2本線で回転意識して、まあ、形を意識して投げるっていう感じですかね。で、今回私マウンドに立つのが4ヶ月5ヶ月ぶりぐらいで、めちゃくちゃ実戦から離れてて、その間にキャッチボールは2回ぐらいしたかなぐらいで、まあ、大井さんとの撮影でなんですけど、もうそれしかもうボールにすら触ってなかった状態なんで、とにかくこの日は感覚を取り戻すことと、体全体を使ってしっかりほぐすことを意識して取り組んでみました。このワンバンの投球も跳ね具合とかでしっかり力が伝わってるのかなっていうのが分かりやすいですね。今のはいい感じでした。はい、そしてラストはちょっと力逃げちゃってますね。今グラウンドあと2分ぐらいで開くんで、はい、そしたらもうこれができたってことは次は M 級です。普通にだね。はい、まあ、ちょっと俺は野手なんで頑張ってください。はい、そして M 級でキャッチボールして肩をしっかり作って試合に臨みました。ということで、試合の結果の方はもうすでにアップされているので、まあ、概要欄にリンク貼ってくれると思うんで、そちらからぜひ見てみてください。スローイングマスター使ってからこの M 級でキャッチボールした時
結構ね、球いってるなって感じはありましたね。久しぶりにしては結構投げられたんじゃないかなと思います。はい、そして試合が終わって今度は練習ですね。この見えるかっていうボードを使ってホームベースの後ろに置いてインコース、アウトコース投げ分けるんですけど、緑のラインに行けば OK で、で黄色のラインはまあ合格ラインで、赤はホームランゾーンっていう風にコースの投げ分けをすごい意識しやすくしてくれる野球ギアなんですけど、10メートルぐらいの近い距離でキャッチボール感覚でポンポン投げて、リリースの位置を感覚で身につけるっていう感じで使うと良いかなと思います。この画面からもこれだけ見えてるんで、ピッチャーからだとすごくはっきり見えるかなと思います。やっていうか見えました。そして今度は右バッターのインコース、あの色のラインは動かせるんで、例えば黄色のラインをもっと緑に寄せて合格ライン狭めたりっていう調整もできます。これやってるとリリース安定してきて、後半特に良かったんでちょっと注目して見てみてください。はい、今のも完璧ですね。今の感覚を思い出してもう一回、はい、完璧でございます。はい、そして右バッターのアウトコース、ちょっとよろけちゃうんですけど、はい、完璧でございます。はい、そしてラスト1球、はい、いい感じですね。というわけで試合のアドなんですけど、はい、今日アップで使ったスローイングギアと、うん、ちょっと最後、まあ、軽く練習で使ったやつ、うん、ちょっとあれは、まあ、俺がピッチャーにいいかなと思って、どっちかっていうと内野手じゃなくて選んだんですけど、うんうん、まあ本当にフィールドフォースさんといえばいろんな野球ギア出てるんで、あのサイトで見るだけでも楽しいと思うんですよ、うんうんうん、もうこういうのあるんだみたいな、あれだね、練習道場みたいな感じ、そう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 、ベースボールタウンね、そうそうそう、あれで結構探すと面白いし、うん、わかるわかる、例えばミートが必要な人、うん、飛距離が出したい人とか、守備上手くない、そう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 、分かりやすいんでちょっとそれを出しておくんで、うん、自分にどれが合うかっていうのをやると非常に楽しいと思いますので、うんうん、そう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 、ではあんまり売ってないものが通販で買えるそう、あとまあベースボールサウンドのベーちゃんさんが実演してるんで、あ、そうだね、そう、あの使い方みたいなもうその辺見ながらやってみてください。あといろんなチャンネルでもフィールドフォースのギア上がってるんで、うん、はい、あの多分結構新作出るんで、お、例えば春とかじゃなくてもう毎月ぐらいのペースで、あ、そうなんだ、なんかいろいろあるらしいんで楽しみだ、はい、またこれから紹介していきます。ということでまた気になったやつがあったら紹介していきますので、皆さんもこれやってほしい、おじさん試してくださいっていうのがあったらコメント欄に書いてください。というわけでまた引き続き野球ギアやっていきましょう。はい、あざした、あざした。リクエストして見つめ直したって覆らない、振り返らず走り続けろ、確かに聞こえるサイレンがポテポテでも走った、分からなくてもゲットスライディングだ、切れたって転がり続ける、今のように。というわけで4月のプレゼント企画がこちら、モンタナスポーツで購入した Z 複数入れグラブケースとフォーチュンフィールドのグラブオイルセットを1名様にプレゼントします。条件は毎月同様チャンネル登録&4月の動画にコメントで応募完了ですので、ぜひよろしくお願いします。